ベルームに比べると随分と小さく見えますが、これでも立派な大人のイルカです。成長すると体長も約180センチ、体重は70キロほどになります。イルカの中では比較的小さな種類です。北海道や東北などの冷たい海に生息していて、水族館ではあまり飼育例の少ない、とても珍しい種類なんです。今日はベルルマと一緒にこちらのネズミイルカのことも覚えてあげてください。それでは話をベルルマに戻していきましょう。冷たい海に生息しているベルルマたち、他のイルカにはない様々な体の特徴があります。今からダイバーと一緒に見ていきましょう。まずはベルルマ最大の特徴ともいえるこの体の色。お腹も背中も真っ白なことから別名白イルカとも呼ばれています。これは真っ白な流氷の世界では保護色になると考えられています。そしてよく動く場所があります。まずは横に首を大きく振ってくれました。横だけではなく縦にもよく動くんです。他のイルカはここまで器用には動きません。よく動く場所がもう一つ、今度は胸びれ。ダイバーの前を器用に泳いでくれています。このように器用に動く胸びれ、そして首を使って流氷の世界の氷の間の狭い海でも自由自在に泳ぎ回ることができます。小回りの効いた動きがとても得意なんです。先ほどからベルーマの体、ゆらゆらと波打っているのお気づきでしょうか。体全体が熱い脂肪で覆われているんです。その中でも特に柔らかい部分、今からダイバーに触ってもらいましょう。このように指で触ると簡単にへこんでしまうほどとっても柔らかいおでこを持っています。体全体が熱い脂肪で覆われることにより寒さから身を守っています。また万が一氷などの障害物にぶつかったとしても怪我がしにくいんです。とっても柔らかい様子、お分かりいただけましたでしょうか。次にベルーガをはじめとするイルカの仲間たちの鼻の穴、皆さんどこにあるかご存知でしょうか。長い年月をかけ進化の過程で顔の前にあった鼻の穴はさあ今なんと向こうを出しています。頭の上へと移動しました。水面から頭を出し呼吸をすることから呼吸口とも呼ばれています。さあ今水面に頭を出し呼吸をして戻ってきました。頭の上へと移動することにより泳ぎながらでも呼吸がしやすいようになりました。最後にベルーガの口の周りの筋肉もご紹介していきましょう。ダイバーから空気をもらって勢いよく吐き出すと一瞬でしたが器用にリンクを作り上げてくれました。もう一度
魚、カニ、イカは一瞬で丸飲みしてしまいます。このように北極海という過酷な環境に適応したベルーガには他のイルカにはない様々な体の特徴がありました。それではここからはベルーガをはじめとするイルカの仲間たちが使っている音について見ていくとしましょう。ベルーガの住む北極海は冬には何日も太陽の昇らない真っ暗な日々が続きます。視界が使えない環境の中でベルーガをはじめとするイルカやクジラの仲間たちが身につけた音を使った特殊な能力があります。上部のスクリーンには音を波形として映し出すことができるようになっています。左から右に向かって音は高くなっていきます。 20kHz 付近までが私たちの耳でも聞き取れる範囲の音です。今 20kHz 付近より左側で波形が継続的に変化していますが、これは私の喉の震え、私たちの耳では聞き取ることができない高い音の中でも 100kHz 付近の音をベルーガたちは特に敏感に聞き取っていると言われています。それでは実際に見ていきましょう。今からダイバーの元へやってくるナックにこちらベルーガ専用の目隠しをつけてもらいます。ナックには目が見えない状態になってもらい、水中に用意される障害物に挑戦してもらいましょう。上部のスクリーンにはナックが出す音を同時に波形として映し出すことができます。そちらも合わせてご覧ください。ダイバーの元へやってきたナック、目隠しが装着されています。さあ水中には障害物の棒が用意されました。100kHz付近の音大きく変化しました。棒を避けてダイバーの元へとまっすぐに戻っていきます。ナックは泳ぎ出した時に 100kHz 付近の音を使っていました。今日はさらに障害物を増やして今一度挑戦してくれます。泳ぎ出したナック、リングをくぐり抜け、棒を避けて、リングは狭いので胸びれを畳んでダイバーの元へと戻ります。